すごい。わかりますか？すごい。こんな感じにならなくないですか皆さん。もうほぼ落ちましたね、振っただけで。綺麗。もう一個のドライバーでも試してみます。すごい。車にすごくいいコーティングした時みたいな、この水玉の弾きといいますか、撥水性すごいですね。今回は自宅でご自分で簡単にできるガラスコーティング剤ゼウスクリアをご紹介したいと思います。ゼウスクリア、なんとですね、スプレータイプで本格的なガラスコーティングができるということで話題となっております。今回はスプレータイプとスポンジタイプと2つ合わせてご紹介したいと思います。クラブを大事に使いたい方、小傷や汚れから守って長くパフォーマンス発揮されたい方は是非最後までご覧いただければと思います。はい、では早速なんですけれども、まずビフォーアフターご覧になっていただければと思うんですけれど、もう一目瞭然じゃないでしょうか。光沢感がよみがえって傷も目立ちにくくなったのがもう一目瞭然だと思います。使い方に移る前にざっくりとこのゼウスクリアの製品紹介したいと思うんですけれども、このゼウスクリア、日本ライティング株式会社というヘッドライトやガラスコーティング、カー用品向けにですね、製造販売している、日本の歴史と実績のある企業で、車用のガラスコーティング剤なんかは非常に話題となっているんですけれども、トヨタモビリティパーツ株式会社やダイハツ工業株式会社といった国内の大手メーカーとも取引のある非常に信頼性の高い会社がゴルフクラブ専用のために作って出した製品となっています。はい、それではこちらゼウスクリア、どういったメリットがあるかと言いますと、まず自宅でご自分で簡単にできる。そしてスプレータイプで初心者でも簡単にできる。施工スピードが速い。でボトル1本で大体30本ぐらいに使えますので、市販のガラスコーティング剤のお値段と比べると非常にコスパがいいと。そしてクラブが傷つきにくく、小傷も目立ちにくくなる。で綺麗な光沢が長続きするのもドライバーには非常に嬉しいかなと思います。ドライバーからパター、こういったフェアウェイウッド、基本的に全てのクラブに使えます。水だけでですね落ちやすくなるので、プレー後の掃除の手間が非常に省けるかなと思います。クラブのパフォーマンスを長期にわたって最大限活かせることもメリットかなと思います。それではまだガラスコーティングのことはあまりご存じない方のために、ざっくりとご説明いたしますと、ガラス成分の入った薬剤をこの表面に塗ることで薄いガラスの被膜ができてですね、非常に硬度が上がってこのクラウン部分などをカバーしてくれると、そういった製品の特徴があります。ガラスコーティングというのは基本的に3種類ありまして、簡易的なガラスコーティング剤、ガラス系のコーティング剤、そしてガラスコーティング剤という、大体3つあるんですけれども、こちらはですねガラスコーティング剤という本格的なガラスコーティング剤になります。一般的なものはですね白木酸というものでできているんですけれども、ゼウスクリアはさらに高密度なポリシラ酸という成分が入ったものを使っていると。なので一般的なですねガラス系コーティング剤よりは非常に硬く、汚れ傷がつきにくい効果があるということになっております。でスプレータイプなんですけれど、こちらは本当にスプレーするだけでできるという非常に画期的なアイテムなんですけれど、もっとですね被膜を厚く使いたいという方はこちらのスポンジタイプの方を使ってみることをお勧めします。フェースですね、フェース部分とグリップには使うことできません。なぜかと言いますと、こちらのフェースの部分にガラスの被膜が張られてしまうと、この溝の効果とかもなくなってしまいますし、高度も変わってしまいますので、ルール違反になってしまいますので、競技に出られる方などは注意していただければと思います。はい、では早速開けながら使い方ご説明していきたいと思います。はい、それで箱の中全部出してみたんですけれども、さすが簡単と言っているだけあって非常に少ないですね。クロスと説明書、そして空の吹き付ける用のスプレーボトルですね。で本体の薬剤、ガラス瓶に入ってますね。ガラスコーティングはガラス瓶に入っているものが一番効果があるものということです。でマスクと手袋、以上ですね。使い方はと言いますと、もうご説明するまでもないんですけれども、このスプレータイプに薬剤を入れて吹きつけるだけ。1点注意点ありまして、スプレーに戻したものはですね、もうこちらには戻せないんですね。なぜかと言いますと、空気に触れて成分が固まりますので、一度こちらに入れてしまったものをまた戻したりしていると効果がなくなってしまいますので、そこだけお気をつけいただければと思います。塗るタイプも開けてみました。クロスや説明書などは一緒なんですけれども、スポンジですね、塗り込む用のスポンジと薬剤がですね、ちょっとスプレータイプと比べると若干小さいですね。こちらはですね、しっかり塗るように成分も調整されているということです。実際にスプレーする前にですね、もしクラブに土汚れとか砂ぼこりなどがついていると、その上からコーティングしてしまいますと効果が薄れるだけでなく、ちょっと見た目も悪くなってしまいますので、こういったスポンジですね、メラミンスポンジとかなどでこうきれいに汚れを落としていただいて、クロスなどで軽く汚れを払ってから、きれいな状態にしてからコーティング剤使っていただけると効果が最大限出るかなと思います。はい、では早速手袋をして塗布していきたいと思います。簡単ですね。このスプレーに薬剤を入れて吹きつけるだけということで、これまでのガラスコーティングはスポンジで塗り込むタイプが主流だったんですけれども、こちらスプレータイプでできるという画期的な商品となっています。で、実際にスプレーしていきたいと思います。スプレーして、結構塗った感じはですね、かなり伸びが良くて広がりもすごくいいです。もう今1回目なんですけれども、分かりますかね、非常に光沢が出たのが分かるかなと思います。こちらのソールの部分にも塗っていきます。重ねてですが、こちらのフェース部分には使いません。こんな感じでしっかり塗り込んでいきます。こちら夏場はですね、2時間ぐらい放置すれば硬化するということなんですけれども、冬場はですね、24時間ぐらいを見ていただければとのことです。この薬剤がですね、いわゆる完全に定着硬化するまではだいたい約1ヶ月ほどかかるということですので、その間もちろん使用することは可能なんですけれど、その1ヶ月の間はですね、ラウンド後は水洗いして、こういった優しいクロスで拭いてあげると、1ヶ月後にはですね、ビシッと硬い皮膜が出来上がるということです。今塗った感じですけれども、なんか非常に光沢が増しました。他のクラブにもやっていきたいと思います。これスプレータイプでできるのは非常に嬉しいですね。塗り込むタイプに比べてスプレーするだけなので非常に簡単ですね。こちらのガラスコーティング剤、ゴルフクラブ専用となっておりまして、メーカーさんに他にも使えるんですかと聞いてみたところ、基本的にはもうゴルフクラブを想定しての薬剤となっているとのことですので、基本的にはゴルフクラブのみに使える製品となっています。これ気になる方も多いと思うんですけれど、こういったクラウンがマットなものにも使えるんですかという意見あるんですけれども、こちらに関してはですね、光沢は出ませんが、ガラスの皮膜が張るということに関しては問題ないんですけれども、見た目はですね、マットなのでさほど変わらないですね。クラウン部分が反射するものの方が見た目的な大きな差が出るかなと思います。いいですね、今使った感じ、1プッシュ2プッシュぐらいで一面ですね、背面、この上のクラウン部分ですね、できるので30本ぐらいは使えるのかなといった印象です。クラウン部分は分かりませんが、このソール部分のツヤのあるところですね、ここは非常に綺麗になりました。こちらのフェアウェイウッドにもやっていきます。すごく気持ちがいいですね。このいわゆるピアノブラックといった場所でしょうか、ここがすごく綺麗になると、構えてる時もね、非常に気分も上がるかなと思いますので、こういったひと手間やるだけで光沢が長続きして、ゴルフがもっと楽しくなるんじゃないかなと思います。今撮影のためにですね、この瓶の中の薬剤、全てこのスプレーの方に移したんですけれども、 4,5 本クラブをやる方はこんな全部やらないでください。スプレーの中には必要な量だけ移してそして使うと、この中にはちょっと空気が入りやすくなってしまいますので、こちらのガラス瓶の密閉した状態で保管が効くということですので、こちらに移してしまうと長期の保存はちょっと難しいかなと思いますので、ガラス瓶に必要な量を残して必要な分だけスプレーに入れて使っていただければと思います。はい、ではこちらのスポンジ塗布タイプもご紹介したいと思います。こちらはですね、この付属のスポンジのこの灰色の部分ですね、これ柔らかくなっている部分に薬剤を押し当てて、こうやって薬剤を出します。そして染み込ましたものを塗り込んでいくと。確かにスプレータイプよりはこう厚い皮膜が張るような感じがしますね。こうやはり塗り込んでいきますので、手間もそんなにかからないですね。もちろんスプレーの方が簡単ではありますけれども、このスポンジタイプも非常にスムーズに塗れます。で最後は拭き上げると。はい、こんな感じですね。こちらのガラスコーティング剤、とてもいいところはですね、こう1回塗ったら、待つ必要はないですね。こう全体に均一に塗り終わったら、クロスで拭き上げて終わりということですので、非常に手間もかからないかなと思います。はい、こちらのマットな方にも塗っていきます。マットだと非常にこう綺麗に塗れているのが分かるんじゃないでしょうか。後ろの方にも塗っていきます。結構伸びがいいですね。何回もつけなくてもしっかり伸ばして使えることができます。塗ったら拭くだけ。さあどうでしょうか。はい、こんな感じでできました。はい、ではちょっとパターンにもですね施していきたいと思うんですけれども、意外とグリーン上の水気や泥などが結構ついてパターって汚れると思うんですよね。こちらも塗って試していきたいと思います。はい、塗布してから今2時間経ったんですけれども、見て分かりますでしょうか。もう最初の頃からするとですね、もう非常に光沢が増しましたね。こちらのドライバーも分かるんじゃないでしょうか。結構ピッカピカになりました。ソール部分もですねピカピカになりましたね。実際使ってみて、この小傷がつきにくくなったり汚れが落ちやすくなるということですので、ちょっとこのクラブを持ってゴルフ場で使用してみたいと思います。はい、ではあれから24時間以上経ったクラブを持ってゴルフ場に来ました。これからこのクラブを使って傷のつき具合とか汚れの落ち具合とか、そういったものを見ていければなと思います。はい、ではこのドライバーのクラウン部分も撥水性がすごく良くなっているとのことなので、ちょっと試してみたいと思います。すごい。わかりますか。すごい。こんな感じにならなくないですか皆さん。もうほぼ落ちましたね、振っただけで。綺麗。もう一個のドライバーでも試してみます。すごい。車にすごくいいコーティングした時みたいな、この水玉の弾きといいますか、撥水性すごいですね。拭けばもう何事もなかったかのような綺麗になりましたね。やはり撥水性噂通りすごいですね。はい、今第1打打ちまして、ここちょっと砂地で砂がすごいあるんですけれど、傷がついた感じはないですね。指で払うとすぐに落ちたので、これもガラスコーティングがしっかりされてるのかなっていう感じはします。引き続きちょっと見ていきたいと思います。今バンカーで汚れてしまったこのクラブなんですけど、落としてみたいと思います。綺麗ですね。このビフォー見せられないのがちょっと残念なんですけれども、撥水性がすごく良くなって、なんか一発で綺麗に落ちましたね。表面はすべすべというかサラサラしています。これガラスコーティングの効果だと感じますね。はい、今ユーティリティもこうやって泥がつくこと結構あるかなと思います。これもちょっと拭いてみます。もうなんかスルッと今落ちましたね。わかりますか。めちゃくちゃ綺麗ですね。この辺とかもすごい光ってるの分かりますでしょうか。触った感じとってもツルツルしてて、確かに汚れはめちゃくちゃ落ちやすいです。はい、では参考までに、こちらのクラブはガラスコーティングしていないクラブなんですけど、土汚れついてどういう風に見えるのか試していきたいと思います。こうやって先ほどのクラブと同じように拭いていきます。このクラブちょっと古いっていうのもあるんですけれど、光沢はね先ほどのクラブには遠く及ばないかなと、汚れがさっと落ちる感じはないかなと思います。こうキュッとなる感じですね。はい、ではゴルフ場から戻ってまいりました。使ってみた感想をまとめますと、傷汚れがついたような感じはしなかったので、やはりガラス被膜が張っていたのかなという感じはします。一番やっぱり良かったのがですね、この撥水性が良くて、汚れが落ちやすかった。どうしてもやっぱりね地面を叩いてしまうと土汚れ砂汚れつきますので、それをこうさっと拭き取るだけで非常に綺麗な状態に戻ったのは、プレーのストレスにもなりませんし、非常に良いポイントなのかなと思いました。こちらのクラブも使用後に1回だけタオルで拭いただけなんですけれども、非常に光沢も戻ってきて、もともとあった傷がなくなったというわけではないんですけれども、目立ちにくくなって非常に光沢が出てきますので、中古のゴルフクラブでもかなり綺麗に蘇るかなと思います。でこちらビフォーアフターの動画を見ていただけるともう一目瞭然かなとは思うんですけれども、光沢感も全然違いますし、このガラス被膜が綺麗にクラウン部分ソール部分に乗っているのがわかるかなと思います。ドライバーでもアイアンでもウェッジでもパターでも、今回は試しませんでしたがゴルフシューズにも使用できるということで、かなり幅広いゴルフグッズに使用できるかなと思います。で今回ご紹介したゼウスクリアのスプレータイプとスポンジで塗り込むタイプの他にですね、今後このプレミアム版上位版も発売予定だそうです。中身としましてはスプレータイプなんですけれども、持続性と効果がさらに増した上位版が今後発売予定ということですので、ご興味ある方は是非ウェブサイトの方をご覧になっていただければと思います。そして気になる費用感なんですけれども、ゼウスクリアは税込みで5500円ですね。実際に店頭でガラスコーティングをしますと、だいたいドライバーのヘッドで1個3000円ぐらい、アイアンの場合は1つ2000円ぐらいでしょうか。シャフトにそれぞれ1000円ぐらいかかりますので、クラブ一式14本ですね、店頭で施工すると3万円から5万円ぐらいはかかるんじゃないのかなといったところなんですけれども、ゼウスクリアであれば5500円でだいたい約30本ぐらいはできるかなと思いますので、自分でガラスコーティングをするという手間はかかるんですけれども、コストパフォーマンスの面で言えば非常に満足のいく製品なんじゃないかなと思います。今回は自宅でご自分で簡単にできるガラスコーティング剤ご紹介しました。ゴルフクラブ長くきれいに使いたい方は是非チェックしてみてください。概要欄とコメント欄に URL を掲載しておきますので、是非そこからご覧になってみてください。どうもゴルファボの今川です。今日も動画最後までご覧いただきありがとうございます。今ゴルファボの LINE 登録者さん限定で、飛距離アップに欠かせない14のチェックリストが入った電子テキストをプレゼントしております。 LINE に登録するだけで、すぐご覧いただける、明日からでも、今からでも練習ですぐ使える飛距離アップの14のチェックリストが入ってますので、是非ダウンロードしていただいてご覧いただければと思います。